たりするのがよいし、おたびは金にて討伐をしたり、先の向こうの調子を得、さらば敵を迎え撃ち、軽い一番にせこ、やったためよ、愛する旅に帰ってきた。神社殿の声、国家先は地獄の道連れ、所詮は西軍最高を預かり、密談に追加の者と歌われし、寄進始末作戦展開となりました。まで妻玉子は知らなければならなかったのか。その理由を聞くまで私は絶対に三鎖を許さない。総軍右翼、戦場を舞う漆黒の前、細川忠興。何をなし、何を信じて生きるかを決めるのは我が国王のうちのみ。信仰と見果てぬ夢のため、これより西軍にお味方いたす。西軍地方先生、小西行長。忠興の弟で細川隊前線の指揮を取るキリシタン武将、細川家家老、細川沖本、三成の首上げてみせましょう。我が主の前に立ちふさがる者は全てこの刃の錆にしてくれる。この命尽きようと知らせはしない。万女将、わしの目は深淵の黒雪。さあ地獄を喰らいつつ、ナースに生まれナースに燃える太平の世を願い、今日もこの戦場を駆け抜ける。我が名は荘園の息吹、青き炎をその目に焼き付けよう。ここで戦であろうとも、そろそろね、我が国防も変えてみせる。見えるこの目に光をつかめ。南部戦線、ゲーム勝利を大谷をする。さあ